ザオミシはるか、ことね、わほ、私たちはちゅうごでーす。はい、ということで今日はこちらのブルブルマシンを使って踊っていきたいと思いまーす。え、てか一つ言っていい？うちめっちゃ小刻みアレルギーなんだよ。初めて聞いたんだけど。いや、待って、うちあのバスの止まってる時のブワーっていう振動とかめっちゃ気持ち悪くなるし、イオンモールとかでさ体験できるやつあんじゃん、ブルブルとかを あれとかちょっとやってみたんだけど、もうすぐ気持ち悪くなるの。やばい、うち多分うわーうわーうわーってゲボ吐けよ。壊したらごめん、かまないで。音声対応するしてないしてない。よし、出てこ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 、30いきまーす。はい、あうん、待って、でもなんか、あ、私は全然魔法です。あまり家で座ったことはないんですよ。横、待って待って、見てるだけで気持ち悪いんだけど。ちょっと待ってね。足だけ。さっきはるかが試しで乗ってて、でも全然そんな大げさだろうって思ってたら結構やばい。なんで喋ってんのか全然わかんないんだけど。行こう行こう。一応袋用意しました。何してんの？何？
元気元気Love.